ぱりそれどうしたの、今日この狭い道で連れて行った、私の車この狭い道に入るわけないじゃん。それは私じゃない、それはね、あの、だってあなた今道教えてる、見て車来てる、どうすればいい、今私何持ってる、そうだか、なんでそういう狭い道連れて行くの私じゃない、あれナビでしょ、ナビのこと私が整理するの。違う、まっすぐ、ね、っこっちからと言ったじゃん、ナビこっちからって言った、行っていいよまっすぐ、本当怖くない信じていいのかな、そう、後ろに車止まってるよ、まっすぐ行って、まっすぐ行って、駐車場どこにするの、この車、そのこの建物の中に、あ、調べたの携帯で、そう、この建物の中に行けるよ、でも相当ないの、私なんか建物の中だといろんな車来るからちょっとあの心配、心配することは外はないの、外はないよね、わかんないけど探してみないとないよ、でも大丈夫、広いよ、広いよ、狭くはないと思う、うわすごい人が多い、すごい車だな、もっと上行けばよかったか、上の方がよかったか、まあ、じゃあどうする、一番上行こう、とりあえず見てみる、なければ上行く、いや、で屋上もあるみたい、屋上行こう、どうしよう、これ出口だよ、出口、うわすごい、あ、ここでいいんじゃない、これ小さい車、マンスール申し訳ないけど、ここは、ここはちょうどいい、ここにしよう、これ大丈夫、あ、ここもいいし、そこもいいし、なんか車と車の間入れるのは調子悪いよ、私気持ち悪くなる笑うとこじゃないよ、私ほんと車よく運転免許証もらったね、運転うまいけど駐車場はこういうところ、こういうあのなんというデパートみたいな、あのたくさん車があるところは車と車の間入れるのすごい苦手、苦手なんだ、でまた後ろで待ってる、なんでわざと私はできない時待ってる人がもっとできなくなる、できないってことはないでしょ、いやできるけど分かる、そういう時、あの、そうだからゆっくりあれしたいでしょ、ゆっくり計算したい駐車場どう、これただの駐車は計算する人いるのびっくりする、私計算する、私怖いのは次の車来たら、うちの車もう大丈夫じゃん、全然できたじゃん、すぐ一発でできたじゃん、すっごい並んでる、見てよ後ろね、すごい車来るね、このくらいでいいかも、いいと思う、私これにする、全然違うけど、お、うん、ああ、オッケー、いいの、これでぶつかるよよし、無事についてよかったマスールよく調べた、何で今日の撮影はマスールのアイディアだと、そう、今日の撮影はここの中に入ってショッピングモールを見たりとか、見るわけない、すごいお腹空いてるのに、まあご飯食べに行ったりとかなんかあるでしょう、この中に、じゃあそうしよう、マンスールの言う通り今日にしましょう、そう、皆さん今日はマンスールとあのすごい遠いところ行って、すごい遠いところとか、あのなんというあの千葉のどこ行ったの、千葉じゃない、ここまだ東京の亀有、違う、今は東京の亀有に来たんだけど、私たち今来てるのは千葉のあれどこだったよ、柏から、千葉の柏からマンスールと亀有まで来ました、でマンスールはインターネットで調べたら亀有にこのショッピングモールがあって、ここでいいんじゃない、ご飯、昼ご飯を食べる、でここで車も止められるし、すごい人が多いから多分行くお店はすごい並ぶ、日曜日だから、じゃあ楽しみにしましょう、ここ何というあのショッピングモールなんですか、ここはアリオ、アリオ、アリオというショッピングモール、あるの、そんな、そうだ、アリオっていうところ、今日はアリオで楽しみます、でアリオから外出てなんか美味しいものを探しましょう、アリオの周りにもなんか食べ物いっぱいあるみたい、ある、そう、あるある、行ってみよう、美味しい食べに行こう、皆さん最後まで付き合ってください、行ってきます、車すごいね、めちゃくちゃ車止まってる、私はそういう混んでるところ、車が多くて人が多くて、今多分入ったらすごい人が多くて、あのすごいなんて疲れちゃう疲れる、すぐ疲れる、じゃあ見えなくなる、なんかどっか老眼はもっと強くなる見えなくなっちゃう、だからご飯食べれるところを探してみる、探してみよう、なんか美味しいの探してみよう、で食べ物は、食べ物はそっちにもあるんだよ、レストランみたい、
そう、だからこういうとこ持ち帰り、買って持ち帰りとか、もうここで座って食べたり。バス持ち帰りじゃないんだって、私たち車の中で食べるわけない。なんか美味しいの食べたい。そう、だからここであるよ。スイカ、カミアリまで来て、絶対美味しいのある。ある、あると思うよ。ここそれ、パン屋さんとか、めちゃくちゃ何でもあるよ。美味しい飲み物とかもあるし、あ、ここはフードコートだよね。私も撮ってよ。まっすぐ。何？ここはすごいあの、なんというフードコートだけど、すごい混んでる、人が多い、なんかアウト。そう、だからここから一回外に出ると、またそこら辺になんかあるらしいよね。マックもある。夏は私を撮ってドーナツ。いや、まあ、それどこちゃんとしたお店に行こう。だから外に出る、外に出て、すごいよ、マクドナルドで真ん中混んでるの。すごいよね、やっぱり今日はすごい。そう、だからその中に入ると人めちゃくちゃいるんだけど、ここの外はなんか人少ない。マッスル、どうしてそんな分かったの、はい、見て、ここ何でもある。え、まだ H&M もあるの。 H&M もあるね、何でもあるじゃん。日本なくなったと思ったらまだあるの。 H&M? どこ、なんでなくなるの。マッスル、私も撮ってて、今日カメラに入りたいね、ずっと。何？これもある、あのパン食べ放題でしょ。そうそう、バックエッド。その後はあのトンカツもある、焼肉もある、いろんなあるじゃん。いっぱいあるよ。最初からちょっと私はないと思ったけど、いろんなあるね。どれにする。これもいいんじゃない、トンカツにする。あ、美味しそう。とんかつにしてもいいし。とんかつにしよう。ちょっと名前書かなきゃいけない。混んでる。まず、さっきはとんかつに入りましょう。名前も書いてるから、さっきはとんかつで食べて。あのジャケット着た方がいい。寒いよ。寒くない。本当に今日は暖かいの。まっすー、すごい。寒いけどそこまで。そうなの。じゃあ先にとんかつ入りましょう。先にとんかつの名前もあれした。このとんかつの名前知らないね。鈴屋、鈴屋さん、うん、鈴屋とんかつ。新宿にあるだって。あれ新宿でしょ。それ書いてある。そう、新宿鈴屋とんかつ。あ、とんかつお茶漬け。お茶漬けじゃ。とんかつお茶漬けしてた。お茶漬けというのは、このキャベツの上をお茶が入ってるかな。今日あの2人で時間ちょっとあるから、うん、今日はとんかつ食べて、でとんかつから出たらそこのパン屋食べて、でパン屋から出たらここの焼肉食べよう。この3つも食べられる。今日お食べましょう。じゃあそうしよう。絶対嘘。嘘じゃない、そうしよう。ここも焼肉ある、ね、690円で食べたい、ね、75g ね。690円。あ、すごい安い。安いね、ここ。じゃあ先にどうする。どっちでもいいよ、焼肉食べたくなった。先にどっちか、ゴリちゃん決めればいいじゃん。ここも焼肉。え、私決めていいの。ここもまだ別の焼肉だよ。安いの、あの、亀有だから。亀有だから、下町。下町だから。かも知らない、わかんない。めっちゃ安いから、全部食べてみたい。全部食べるのは無理だと思う。いや、食べれる。今日頑張って食べよう。いいよ、頑張って食べよう。とんかつ、パン屋さんと焼肉、この3つ。約束して。約束はできない。マッスル、ちゃんと私を撮ってる。撮ってるよ。マッスル、この3つ食べようよ、今日。無理無理無理、無理じゃあ食べれない。じゃあやってみよう、今日この3つで行こう。今日は
今日の動画の内容はとんかつ焼肉パン屋さん。よし。